千家俊信天保2年5月7日は、日本の国学者であり歌人。第76代出雲国蔵千家春秋の弟。出雲国新門軍木月村区内生まれ。後に分家して千家美、古種と名乗ったり、清志種と改名したりした。明治の文豪、小泉役の妻説は原尊にあたる。一般には、彼の開いた塾の名を取って梅の社と呼ばれた。 若い頃、漢学を学び、壮年になってから京都に出て、浅見慶祭の高山傑の一人であった、西寄り精祭の門に入って、儒学を治めた。完成四年、二十九歳の時に、伊勢に行きも通りノ長の下で学び、その皇帝の一人になった。その後、郷里に帰り梅の社塾を開いた。この時から、木月は、中国地方における国学の先進地となり、 他国からの留学生がたくさん見られるようになった。完成十二年の梅の社塾の門人録には220人もの名が記録されている。年の部は、東東海国の内山誠流の門にも学び、流門七子に数えられた。国学、神学、稼働にも通じたほか、僧術、医学、天文、三支援、茶道の諸学、諸芸に達し、 霊能力も備えていたと言われる。乙部次郎兵衛、小泉岩子家。小泉港。ラフカディオハーン。小泉誠女。女説。千家俊信、清女。塩見松江文字へ。千家高富。千家俊秀千家村の千家村孫。千家村清千家村期。 ありがとうございます。